はい、どうもー、小山くま散歩でーす。渋谷の皆さん、驚きましたよね。すぐ慣れますからね。彼、栃木県小山市のゆるキャラの小山くまと、私、マネージャーの西と言います。よろしくお願いします。彼ね、地元小山市を PR する活動を行っているんですけども、見てください、顔が漢字で小山となっております。今年 M1 僕ら2回目の出場でね、もうね、インパクトはバッチリのはずなんですけど、昨年西日本の予選でね、くまモンさんが出てきまして、もろかぶりです。着ぐるみくまだけど向こう全国区だから、今年はね、くまさん、僕ら栃木県小山市を PR しに来たんだよね。栃木県小山市はなんと今年で生誕70周年になります。各地でイベントを行うんですけれども、小山市ってなんと7から8歳ぐらいゆるキャラがいるんですね。そのゆるキャラを全部言える小山市民はいません。だからね、小山市こんなイベントやるんです。ゆるキャラが多すぎる町、小山市ゆるキャラ総選挙。一体に絞るらしいんですよ。クマさん、仕事なくなっちゃうね、僕ら。どうしよう。なになに。あ、安心して、今ここで選挙の街頭演説やるから見ててほしい。見てみましょう。小山クマでーす。小山クマでーす。うん、小山クマでーす。クマさん、本当に人気ある？人気ある？大丈夫？誰も握手してくれない。え、なになに。安心しろ。あ、公約を書いたチラシを配るのね。いいアイデアでやってみよう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今、くまモンのポストカードを配ってます。くまさん、人気にあやかっちゃダメだよ。どうするの、このままじゃ負けちゃうよ。どうする。あ、安心しろ。なるほど。大好き小山市。今 PR するの。ダメだから、それもういいぜ。どうもありがとうございました。